こんにちは。こんにちは。じゃあどうも。ST スタジオです。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、ある動画を見てほしいんですけど、メンバーの皆さんもね、俺とターボ以外初見だと思います、ね、なんでこれ、ね、いきなりこの動画は、はい、くださ い, い, やいきなり妖怪いきなり妖怪とかやめろ聞きたいことありますか。いやちょっとでもあれだよね、書類をまず考えなきゃいけないでしょ、やっぱり書類どういう項目が欲しいか、うん、やっぱりそこで結構その、まあ、女の子やっぱりいろいろいるわけだから、やっぱ情報はある程度絞っていきたいから、うん、何歳かだよね。何を言ってんのお前。その女の子が今まで何人の彼氏と付き合ってきたかやっぱりね、重要だ。大事大事大事。童貞しか気にならないし。いや、大事ですよ、それ。めちゃめちゃ大事です。大事童貞の質問だけど。いや。はい、ということで、うん、はい、分からん、まあもう今ので全部刺したと思うけど、何を話してるのか全く無理です。なんとターボ彼女オーディション開催、マジ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 で開催します。マジマジマジYouTube 始めて、僕とターボとリボンと共演はもう5年前ですけど、はいはい、そうですね、3年前ぐらいに、まあ、もうちょっと登録者伸びてきたら本当にターボが童貞のまま進んでしまって彼女もできなかったらもう最悪ね、うん、もう YouTube という立場をね悪用して、うん、彼女作っちゃえよあそれもう最悪俺やってあげるよと、うんはい、約束しておりまして、ついにやる時が来たということで、はい、すごい。3年越し僕は覚えてます、はい、これを言ったきっかけとなった動画、僕の誕生日に偽彼女ドッキリされて俺の友達ですか。その後正義が言いました。もしも、まあ、さっき言ったことと同じだけど、そうです、はいで、なんかそんな別にやりたくないのかなみたいな、はい、うん、結構多いじゃん、そういうこと。まあそうね、多分、うん、そう、だからそういう感じなのかなと思ったら、うん、まあこの1週間前ぐらいメンバーみんなで浅草で飲んだじゃないですか、うん、はいはいはい、酒飲んでる時に酔っ払って普通に本音みたいな感じで、レイさん、あのオーディションやりましょう急に来たね、急に来たね、急にマジのトーンで来たから、あーこいつガチでやりてんだなと思って、そろそろね、やっぱ人を愛するということを知らなくてなんかもう、そろそろなんか人としてなんか大切な何かがなくなるんじゃないかな本当に化け物になる時が来るかもしれない。事務所の方々と、お話をして、日程と場所とかも全部決まっております。すげー、はい、来たこの前なんで、すげえ最近の詳細発表していきましょうか。まず第一審査が、書類になります。書類選考、おお、やばいです、もう顔写真付き、年齢とか、はい、まあいろいろありまして、うだ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 、さっきから言ったやつが内容なんですよ。あーなるほどなるほど、内容、はいはいはい、趣味とかね、そういうことか。それが下の概要欄に応募フォームがありますので、はい、そちら見てみてください。はい、条件として、未成年の方は応募できません、それ以外は大丈夫です。はい、で顔写真 の, あの加工アプリの使用は、禁止となっております、はい、やっぱ素のあなたを見たいからアップされた今日から、8日までですね、8日で締め切りとなっております。はい、11月15日に、二次審査があります。おー、はい、二次審査はもうターボさんが書類の中から、タイプの子、気になる子を選びまして、はい、直接もう来ます。そこでターボさんとお話をして、うん、もうガチで選びます。もう本当にガチガチの面接やるつもりだから、質問事項とかもちゃんと決めてマジでマジで、もちろん審査員で、まあ、僕たちも行かせていただきます。おー、ターボさんガチで彼女探してるので、あのふざけてる方は今に回避中になる可能性あります。もう本当にちょっとでもおちゃけるようなやつとか、他のメンバー目当てのやつとかいたら、もうそこ帰らせる、はい、美味しいなー最後、その中からですね、3名ほど選ばれまして、次の日にはターボとデート行ってもらいます。おぉ、はい、早い展開がガチデートです、行ってもらいます、はい、まあ、それが実質最終審査ですね。まあそうだね、あ、まあ、そこで2名なのか3名なのか分かんないですけど、選ばれた方デートして、その動画も撮影します。はい、で、その中で選んだ1名の方、ターボさんガチで、お付き合いさせていただきます。おぉ、すげえ、やばいよ、ありがとうございます。真面目にお付き合いする気がある方ですね、はい、そして顔出しが OK な方、はい、こちらも条件になっていきます。はい、まあ以上ですね。タボさん、いい時期だね、今ね、これからね。そうなんですよ、もうね、毎年毎年の11月から12月がもう苦なんですよ毎回そうだもん、去年言ってたもんね。そうそう、言ってた言ってた、12月うつ病になるそう、本当に、だから冬は、だから1ヶ月に1回は病む日があるんだよ僕は本当に、今年はそんな日は過ごしたくないんですよ。タボ、約束したじゃん、読みない行くって。行かねえ、なんで行こうよ、読みない行かねえ、なんでなんでおめえと行かないから、いるいるいるほら、いるいる行こう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 行
ちゃんと付き合いするんですよね。ちゃんと付き合いしますよ。ちゃんとね。ほんと、やばいんですよ、最近。なんかもう、感情あるみたいな、超言われる。はいはい。そう、なんもしてないのに病んでるとか言われる。これでもね、サーボーのイケメン化が止まらないみたいな。そう、そう、コメント欄多いね。メンバーから見たらやっぱかっこよくなってるじゃないですか。なってる。いや、もういいもん来てるだけですよ。はい。だからね、まあ惜しいんですけれども、まあ約束は約束なので、5年、一緒に戦ってきたんでね、身として、はい、YouTube という権力を使ってあタワーさんに彼女を作ろうという機会でございます。あざっす。ぶんぶんに振りますよ。いやこっちまでドキドキしてた。あざっすね。どうすんの、ほんとめっちゃ可愛い子いたら。ほんと天国ですよね。そしたら強兵がもう黙ってないよ。え、俺行っちゃうよ。なんで行っちゃうの。来んまあということで、下のオープンフォームから書類審査の方よろしくお願いいたします。お願いします。11月9日の DJ イベント、まだチケット買えると思いますので、はい、早いもん勝ち、先着順です。ガンガン新しい DJ イベント来てください。はい、こちらもよろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画をしましょう。バイ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 、顔頑張れ頑張れ。えい、時は止まらない、聞いてくだけ。